皆さんこんにちは。RFD。うるさい FPS 実況はあなたの感覚。早速目の前に戦車的なやついる。いやでもバレてない。アンバイス通りできる。めっちゃ撃たれててダメそうね。というか今回昨夜とフランのメンバーで DF4 やるって聞いてたんだけど。あの二人は買収して嘘の情報を流させたわ。そして DF とは思えないほど地味な場面ね。今回は最強武器の RFD を使って無双していくわよ。ごめんなさい、いくら最強でも平気にこんな突っ込まれたら無理です、許してください。つまり霊夢の押し武器の RFD を使って DF4 をやる感じね。一応説明すると DF4 は現在戦の FPS で、今はマップにある陣地を取り合うモードをやってるわ。はい、ということで RFD で一丁上がり。この ID 動画反応モグ UK モノポセモグでサバ入ったら UK とモグが敵になっちゃったわ。まあ私の RFD な RFD 的 RFD テクニックでサクッと倒してやるわよ。ごめん、何の何な何テクニックって言った？私の RFD な RFD 的 RFD テクニック。聞き返してもやっぱわかんないや。というか RFD ってこのゲームで強いの？まあそれを証明するために今回動画を回してるわけよ。ってことで階段でやられたモノポテのカバー、どこからでもかかってきぬ？RFD じゃなければ勝ってたね多分。一瞬で手のひら返すじゃん。結局このゲーム RFD 強いの？全然強い武器だとは思うわよ。ただ私が突撃プレイが好きだから相性悪いけど。じゃあもう武器素直に変えればいいのに。あれだけマイクラで RFD 言ってるんだから使わないわけにはいかないじゃん。その結果合計キル350、うち RFD キル300とかいうことになるのね。正直誰がどう見ても頭おかしいよね。まああとはそもそも BFK の FPS あんま経験ないから、根本的にどう動けばいいか分かってないのも問題ね。おっとでもさすがに背中を向けられたら負けないわよ。倍率的にかなり危なかったけどね今。ちなみにサイトはアーコグとオフセットアイアンサイト。最悪ハンドガンに切り替えなくても近距離なんとかなる感じね。私 CG 勢だからこのサイト割と見やすいのよね。当たるかどうかは別問題として、さっきのとこから移動して一旦 C を取ったわ。このマップは島が何個もあって結構島ごとの移動大変よね。とりあえず次は D の方向とか目指そうかな。というか近くで着弾音しない？確かに、でもどっちかわからないわね。お、あっちかな？この距離は RFD のベストでしょ。残念だったわね。これぞ DMR って UK じゃん。そんな距離で私に挑んできたことを後悔するのね。罰として普段身内でゲームしてるディスコードサーバーからバンしておくわね。タルコフより失うものの大きいゲーム。ってことで D 拠点の島に上陸。私が来たからには制圧なんて楽勝よ。みんな期待しない程度に期待してるよ。RFB での超かっこいいキルを見せてやるわよ。右ね、華麗なフリックショットを食らいなさい。今撃ったの味方だったけどね。まあ今度こそ味方の背後から迫る敵を華麗に倒して。モノポテやばい、結構削った敵がそっち行った。1ミリ単位ですら削れてないよあの敵。ああやばい、味方が金庫面逆だったね。動画班の方が圧倒的に優秀じゃない？しかも何が悲しいって BGM だけがかっこいいところよね。BGM かっこよければ FPS プレイングをもっとかっこよくできるよう努力しようね。来世はもっとかっこいいプレイできる。まだ終わってないわ。リキッドー。というか本当にエイムひどいわね。病気か何か？このエイムの悪さは先天性だった。上の敵顔出さなくなっちゃったか。ってやっぱ横から撃たれてモノポテやられた。助けてもらってるし敵は撃つわよ。ごめん、リスポーンを待つ。でもごめんなさい、突っ込んでこないでください。今の2発目当たってた。正直自分でもどの弾が当たってたかわかんないや。きっと RFD が気を利かせてバレル曲げてくれたのよ。言ってることはもはやチート。ってことであの敵も気を利かせて倒せるようになるわ。なんかこの銃バレル曲がってない？曲がってるのはあなたの性格じゃない？だったらまっすぐ敵に突っ込んでいこうか。自分の使ってる銃の種類考えてから突っ込んで。大丈夫大丈夫、弾さえ当てれば敵は死ぬ。言ってることは間違ってないけど、逆に言えば弾当てられたらあなたも死ぬからね。前段回避すればいい？むしろできるものならやってみてほしい。よしオッケー、1発当てた。まあこっち死にかけだけどね。倒せばそれで問題ないでしょ。よしよし、それじゃ一旦下がってリロード。はどっから出てきたんだこの敵。ちなみにその敵今さっきね、あなたの真右にいたっていう。全く気づいてなかったんだけど。お、向こうの島にいるわね。これは絶好の狙撃チャンスよ。ただしチャンスをものにはできない。これは絶好の狙撃チャンスっていうただの解説だから。5時間ぐらいエイム練習してきた方がいいと思う。まあ今度こそ一人撃破。ただ近くで着弾音、これ絶対狙われてるね。とりあえずそこの丘の下に行って体を隠して射線切らないと。ってなんでこんなところにできる。動画班、無事日頃の恨みを返すことに成功。恨まれることなんてしたこと、心当たりしかなさそうな顔やめて。そして D ではいたのはいいんだけどさ、めっちゃ兵器がここ守ってるっぽい。
フラググレネード持ってるでしょ。これ一つで何をどうしろっていうの。なんかうまいこと頑張ればなんとかなるよ。何をどうしてもなんともならない時の応援じゃん。お、でも拠点の範囲入ったり出たりしてる。とりあえず拠点自体は取れそうじゃない。というかこの隙間からギリギリ見える。 0.5 倍速しても見づらいレベルでね。一応ここは抑えたけど、ほんとどうしよう。やっぱグレネードしかないんじゃない。かすり傷ぐらいしかつかなさそう。なんかどっか行ってくれたりはしないわよね。仕方ない、こうなったら耐久勝負よ。私はここから絶対に出ないから。そのまま負けて味方に怒られるやつ。今までで培ってきたスニーキングスキル見せてやるわよ。いいえ、そういうゲームじゃないから。あんたにだけはそんなこと言われたくない。お、でも私の上になんか飛んでるし、ワンちゃんこの兵器どうにかしてくれないかな。動き的には気づいてくれてそうよね。弾痕でヘルプってやったら助けてくれるかな。そんなことしてる間に死にそう。じゃあ SOS って歌うわ。滅亡人雷ネットの石のままに。手を、しびれを切らして降りてきてるっぽい。来るとしたらこの階段。ハイビンを、我慢比べは私の勝ちよ。というかこれ今の敵が降りた兵器さ。おお、普段は味方への罪悪感から乗れない兵器に乗れる。その理由はよくわからないんだけど。ほら、BF 初心者が乗るより上級者に渡したいじゃん。ちなみにそれ自走式対空砲らしいから、対空頑張ってね。まあもっと根本的なところ言うと RFB 動画でそれ乗っていいの。RFB を持った私が乗ってるからこの対空砲は実質 RFB よ。というかやばい、なんかよくわからないままダメージ受けちゃった。あのヘリね、集中砲火開始よ。これ残弾とかって気にしなくても平気？平気なんじゃないかな。確かになら平気そうね。おっと、撃ちまくるとオーバーヒートするのね。まあでもかなりダメージ入れてるでしょ。最高よ。ってことで無事撃破。ところで前と後ろどっちだっけこれ。あなたは普段兵器乗らないで正解だと思う。いやー一回横向いちゃうと案外どっちかわからないのね。実は画面にどっち向いてるか表示されてるっていう。いやー、最近のゲームってすごいのね。実はこのゲーム7年前のものなんだよね。とりあえずこのまま C 拠点目指そうか。あ、待って、木とか起伏で動けなくなったかも。どこまでヌーブなら気が済むの。ちなみにその後何もせず普通に壊された。圧倒的兵器に対する経験値不足。まあその辺は今度乗る時に練習しておくわ。まあそもそも今回は RFB 動画だしね。ってことで狙撃しやすい建物の屋上にレッツゴー。 PMR ならそういう立ち回りが堅実だ。ちょっと待って、フレアの裏になん全く見えなかったんだけど。なるほど、そういう使い方もあるのね。それ許せないわね。こうなったら必殺前世の記憶アタックよ。こっちもこっちでやることが。私の仇は私で撃つわ。幽霊になって乗ろうとかするのかな。そして周りに目もくれず一直線で死んだところにゴー。私はさっきの敵しかもう目に映ってないからね。また撃ち負けないかな。ってことでまずはフラググレネード。絶対に殺すっていう意思表示。そんなところで伏せてたら逃げれないわよ。復讐の仕方が堅実なのよ。ゲームかつくわね。二度同じ手を食らうわけにはいかないからね。それにあの距離じゃ AR に打ち勝てないから。まあ確かに。というかあの赤いのなんだ。あ、ごめん、あれインコだったわ。キャプチャーして食べようとでもしたの。まあでもこのポジ最高の見通しじゃない。そうね、これぞ DMR っていうようなシチュエーションよね。よしよし、ここからバンバン敵倒していくわよ。わーい、会場ドライブは楽しいなー。さっきの場面から何があったの。いや、全然敵来ないから少し別のとこ行ってたらその隙に攻められてたっていう。というか待って、何今の射撃。残弾数減ってないけど今明らかに RFB から弾出てたわよね。まあとりあえず私が留守の間に取られた D を取り返そうか。さて、一人は倒したけど、あ、どうも。この距離でそのスコープは絶対何も見えない。そう、イルス集団を殺せなかったわね。イルスに対して自分で殺そうとしないで。復活して D に帰ってきたわよ。その冷蔵庫の裏みたいなポジは何なの。 GKFPS プレイヤー的な。誰かキルストリークでアースジェット持ってきて。モノポテが突っ込んでるからここからカバーしよっと。あ、ごめん、やっぱ無理そう。普通に目の前通ってたけど。私の味方はやらせないわよ。はい、これ IQ5 億のカバー。最初のカバー失敗で IQ マイナス5億。 IQ ってマイナスになるものなの。まあさすがにこの冷蔵庫ポジデスカメラで見られたから下がろっと。そこに置いてあるの冷蔵庫ではないんだけどね。というかあそこに浮かんでるのって UFO か何か。なんか焼きそば食べたくなってきたわね。そっちの UFO の話はしてないから。なんかこのマップ条件満たすとメガロドンも出てくるみたいだから、そういう類のやつかもね。私の画面には映ってなかったけどこのマッチでも出てたらしいわ。って UFO から宇宙人が。それ多分地球人だと思う。強さにこそ意味があるでやんすよ。エイリア敵使っちゃったのか。やられたけど同じ場所にまたリスポーンするわよ。空から湧いたわね。というかこれあの屋上の敵気づいてなくない？ということでお邪魔します。
はい、完全勝利。これが驚異の侵略者。このゲームは稲妻イレブンだったのか。弾も使うし実質サッカーかもね。というかそろそろ終わるし最後にキル狙いたい。あの建物、絶対敵いるだろうし突撃。最後に私に殺され。建物の倒壊に巻き込まれることで自分をキルすることに成功したわね。このゲーム建物崩れるの忘れてた。でも本当にラストだからなんとかキル稼ぎたい。デス稼がないように気をつけてね。もう横の建物は倒壊済みだから大丈夫よ。建物の倒壊以外眼中にない時点でダメそう。もうこの辺敵いなくなっちゃったかな。さっきまで持っといたからまだ残ってそうだよね。お、今マズルフラッシュ見えたわね。ってことで1キルゲット。反動制御できるのがしてるけど、この録画の後コンペンセーターつけたら割とマシになったわよ。じゃあなんでマシな方を動画にしなかったの。おっと、あんなところにも敵兵発見。あの敵はどう考えてもこの銃じゃどうしようもないでしょ。私の神エイムがあればなんとか倒せるかもしれない。このマッチで今まで神エイムと呼べるようなエイムなかったけどね。じゃあもうガラスに傷つけまくって前見えなくする。ほら見て今当たったというか本当に当たった。自分で驚いてどうするのそれ。このまま撃ってればなんかうまいこと倒せるんじゃない。さすがに無理な気がするけど。でも2発目入ったしワンチャ。ちょっと待って今空撃ってるの。そりゃそんなとこで棒立ちしてたらね。ちなみにその後も2連続です。じゃあせめて最後に1キルだけでも。マッチ終了直前、飛び出してきた敵兵を最後のキルにしたい。なんとか最後に1キルゲット。そしてちょうどマッチも終了ね。目の前の味方がマッチ終了後に死んだ気がするけどね。まあなんとかチームは勝ったわね。正直 BF1 マッチが長いからどこをどう動画にすればいいか迷子だったけどね。まあ次回なんとかすればいいんじゃない。え、 BF 動画は多分これの単発だよ。動画の評判次第ではこのシリーズでまた BF 出すかもって感じかな。あれ、でもタイトルにパート1ってあるけど。まあそれは次回のお楽しみね。ってことで皆さんご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメント等よろしくお願いします。それじゃあ3、2、1、チャオ。